どうもみなさん、こんにちは、みずるです。今回ですね、見た人があっと驚く裏技とか小技みたいなものを紹介します。めちゃめちゃね、簡潔にまとめているので、よかったら最後まで見ていってください。ということで早速もうやっていきましょう。はい、今回ご紹介するのは無人養生都市掌握というミッションの中でとても苦戦を強いられる場面をイージーにくり抜ける裏技みたいな感じです。まあ見てもらった方が早いのでね、早速やっていきましょう。さあ、このミッションはですね、どういう概要かというと、このタワーがシールドで守られるんですけど、このタワーを攻撃しに来る敵をから、まあ、守ろうねみたいなミッションになってます。で、 S ランクのクリア条件としてはザイレムシールドが、壊れないこと、まあ、壊れてもザイレムコントロールタワーにダメージが傷がつかないことなんていう条件が入っているんですが、このシールドをですね、無傷で守るのって初見だと結構難しかったりするんですね。まあ、その要因たる、まあ、ちょっとなんか特攻機みたいなのが来るんですよ。それをちょっと容易に回避する方法、小技をですね、見つけたので、ご紹介したいと思います。まずはこういう感じで、ウェーブ制になっているので、ひたすら敵をね、倒しましょう。3本の道からそれぞれ来たりとか、あと LC 機体が来たりするので、順番にね、倒していくだけのお仕事になってます。さあさあさあ、来ましたよ。ここでここまででこのね、耐久値で守れてんのも偉いわけよ。さあさあ、こっからこっからこっから行くよ行くよ行くよ。さあ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 、こう2分切ると、はい、飛んでくるあれ来ます。ということで、コードを合わせて、コードを合わせた後に、この辺かな、この辺かな、この辺かな、展開、領域展開、あ、高すぎたー。さあ、ここからさあ飛んでくるよ、領域展開。さあ行くぞ。はい、どん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 、おお、来た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 、あー、すげえ。見たか、このシールドのパワー。さあ、ということでですね、このパルスプロテクションを使うことによって特攻機体をね、回避することができるわけよ。お前じゃないお前じゃない、こっちこっちこっち。さあ、まあまあ、もう文句なしのね、 S ランクでしょう。はい、ということで今回はですね、そのミッションに使える、まあ小技というか使い方の紹介ですよね。エクスペンションのパルスプロテクションを使うことによって、あの無人機の特攻をね、回避することができますよというものでした。結構自分なんかパルス、アサルトアーマーかなで回避して、4機ぐらい落とすだけで、まあ、後半はちょっと当たっちゃうみたいな、でも一応 S 取れるよと、紹介したりもしたんですけど、 S ランクコンプの時にね、これを使うことによってフルで防ぐことができる、なんともね、画期的な小技でございました。まあ、知らなかった方ね、たくさんいるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、このミッションの際はね、とか S ランク取りに行く際は使ってみてください。まあ、大抵のことがない限りこれ使えば S ランク取れると思います。ということで、少しでも役に立ったらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた次回の方でお会いしましょう。バイバイ。